自転車に乗っている人々ポタリングは目的地を特に定めることなく気分や体調に合わせて周辺を自転車で巡ること。一人か家族連れや気の合う仲間で近郊を散歩程度に軽くサイクリングすることである。あらゆる車種の自転車がポタリングに使用可能である。普通の靴で漕ぐことができるフラットペダルが主に使用される本格的なロードバイクや マウンテンバイクを使用する場合でも、足をペダルに固定する、ビンディングペダルや専用シューズを使用することは少ない。観光目的の場合は、レンタサイクルを利用して、ポタリングする人もいる。ポタリングは、のんびりする、ぶらつく、目的もなくゆっくりうろつくという意味のイギリス英語、パターを語源とし、これに現在分子や同名詞を示す設備時、イングをつけた和製英語の名詞である。 英語で名詞として、プトリングというと、パターの同名詞としての意味、のんびりすること、ぶらつくことになる。和製英語、ポタリングの意味を英語で表すと、バイシックリングアラウンドエイムリスリー、テイキング、エーロングコンフォータブルバイシクルライドである。ありがとうございます。